こそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
もどうも、アッキーノです。っていうか、私シラミネノキア。じゃ遅いよ、こんな危ない場所で一人きりで。ブルーボックスはまだ来てない。ふん、来てますよ。ちょ、信じられます？あいつさ、あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。大体何、白い少年の幽霊噂になってるっていうか、電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんない。恨めし、どうしよう。ちょ、ビビりすぎだってのな。なんだ、新たじゃん、ただの新たじゃん。ったく、チキンのくせに生きがってこんなとこまでのこのこ。その、こんなとこに置き去り。ああ、うっつーか、初めてだよな、こ、真田新ただ。自己紹介。もう分かっちゃってると思うけど、これ、なんかイメージ違くない？あっちだといい感じ。私もこっちで初めて会った時、マジビビッ。ほら、イケメンの無駄ず。アホは放置で頼む。で、オタクを待っ、俺らを呼びつけたナビットくん。え、幽霊探っ。ま、そのついでに。結局、ど、それどころか、一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでも。やあやあ、お待たせ、ナビットくんだよ。これは、世界を変えるち。え、え、ハッキングだ。俺たち。チッ、俺のウォールを簡単に突破しやがった。で、最近ハッカーたちの間に出回っている。ねえ、デジモン。ああ、オタクが今日。ふん、特定のデータ。デジ、お、やっぱで。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に、ハッカーなんざ。やだやだやだ、いらない、こんな。あ、あれ、アンインストールでき。やめとけ、プログラムにプロテクト。逃がすか。ちょ、アラタ、は、私。な、何これ、これも、は、先へ進めってこと。Thank you.
どうした？まるで幽霊でも。僕そっくりの幽霊を。それなら、その幽霊は僕、この世のものでは。真相は、僕がただ神出鬼没なだけ。安心するといい。僕、君のような迷い子を道。君はハッカーの証である。いわばハッ、ここには様々な目的、セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの、他人の財産や本当にいろいろだ。その様子だと雛鳥どころか、まだハッカーを目指すか他の何者かだが、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果だったら試してみるといい。それでいい。では君に記念、ほら君の。せっかく用意したデジモンに。何？デジモンならいくらでもいる。しかし驚いたよ。このエリアに程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは、ん？追いかける？いや、あれはまだ君の。なんだって？君は物好きだな。だが単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込む。本当に物づ…いや、た、奇遇だな。僕もそれなりに物づき。まあ君は何、ただ見ていればいい。
どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモン準備はいいか。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが、ましてや何とも奇妙な光景だ。ともかくそれじゃあ僕、目つきの悪い少年、彼ならそこはかつてエデンのエントリー、その証拠に初期タイプのログ今はプロテクトでロックされていて、そうだな、ここから帰り、目つきの悪い彼なら問題、なぜ驚く、なら僕から、そういえばまだ僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、扉は追いかけ回されるの。ちょっと
その子がデジモン？けど、そのデジモンか。あの子たちと一緒に。え？凶暴な野良デジモンもいた？奥のエリアにあなたがいるのよね。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。私たちは無敵だよ。よし、いざ勝負。やったね、完全勝利。なんだか君と新たとも。昨日チャットで、あれ？え、なんか。またハッキング？もう、行こう。なんだよ、今の映像。チクショ。ああ、ちょっともう、一人で勝手に行くとか。なんだありゃ、まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。お前らこっちへ走れ。こいつのロックを解除する。ログアウトして。
走れっつってんだろ。おい、ロキアはログアウトした。俺も続け。僕たちを見つけて。なんだよあいつ、気味悪い。こら、天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ。ああ、府警さん。誰が府警さんだ。誰が刑事さんだ。刑事さん。ん、あ、キモ、キモいから逮捕。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おーおー、おい、待て、そこの車。止まらねえと逮捕するぞ。こらー。人よりは奇妙な現象に慣れて。こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れている。それはよかった。君がもし…そうか、君、聞きたいことがあるなら何でも。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね。ぐ、自分で言うのもなんだが、今は中野にある私の事務所へ向かっている。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見え、もしも本当にそうだとしたら、いや、周囲に君、ひょっとすると君の友達も君と。そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、私は誰か。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味。私はしがない探偵さ。
なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現した、エデンへログインした場所と同じか。では今こうして私と会話している君とは、肉体から精神データが分離してしまい個別の存在として、それとも何らかの理由で新宿に移動した肉、いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、現段階では状況証拠による探、まずは君がエデンにログイン君は電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常、君の身に起こった怪異的現象の謎、そして君が何、依頼報酬の件ならば心配、大船に、そうだな。さて話を戻すとしよう。それよりも何よりも前に、君のその姿ではまともにじっくりと観察して確信した。しかし君は私の声を聞き、つまりリアル特性を持って、君の体がデータで構成されているならば、君は基本的にクーロンの放置データの中に、問題はなんだ？こっちよ。